校内国こ,こ駅は岐阜県多治見市諏訪町神田にある東海旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CF11。運行形態の詳細は中央線を参照。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。2つのホームは湖線橋でつながっている。多治見駅管理の簡易委託駅。多治見市が受託し、地元住民が長年にわたって、 乗車券発売を行っている。マルス端末が設置されていないため、切符の販売は手売りで、田治見駅のマルス端末で発行した横長のマルス券に発売当日の日付をゴム印で押して販売している。なお、自動改札機は設置されておらず、とかは簡易改札機によって対応する。統計田治見によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。 駅東側の丘陵地は、市の倉ニュータウンとして、宅地開発されている。かつて、田島駅高蔵寺駅間には14カ所のトンネルがあり、これらの工事では20名以上の犠牲者が出たという。これらのトンネルは、1966年に、愛気トンネルの完成で、伏線電化により、廃線となったが、2009年2月に、愛気トンネル群として近代化産業遺産。 続33に認定されている。なお、かつての9号トンネルは、複線電化の際に完全に破壊され、その後地に、現在の当駅が建てられている。駅の古戦橋が、鉄道写真の撮影スポットとして有名である。JR 東海の駅名標、切符、運賃案内板では、ここ系と、旧時代で表示されている。ありがとうございます。